これうん、ちょっと認知症のことよくは分かっていないところが自分あるんですけれども、まあ、身体でいうと肺葉で使ってないところがどんどん衰えていくわけですよ。例えば前に歩くっていう行為だけをずっと続けると、横に歩くとか後ろに歩くとかっていう筋肉とか神経とかっていう回路はほぼほぼ必要なくなってくるので、はい、ここは退化していってしまうんです、うん、でだんだん高齢になっていろんな刺激がなくなってきているところに、自分の行動範囲の刺激しかないところに行くと、はい、やはり脳の機能としてもそれは同じように衰えてくるんだろうと思うんですよ、うん、それをここで範囲がものすごい広いじゃないですか。さっき見させていただいたらいっぱいあるんですよ。かなりあってこれは、まあ、1ヶ月分、うん、あ、はい、しかもねこの1冊1ヶ月分ぐらい、あの範囲ですよ、守備あ、いろんなことね、そう、うん、これだけっていうことではなくて、いろんな範囲に好みがありそうなところがうまく入ってるんですね。これちょっと、はい、すみません、今まで見てなかったんでこんなに長くお友達をしていた、長くお付き合いさせていただいてたんですけどなかなか東北の人間はこういうところに引っかからないんですけど、これはちょっと面白いなと思って、先ほどおっしゃってた、自分はこの施設に入りたいのって、お父さんお母さん入れたいの、はい、って思うところから、自分は、はい、あーでもこうでもってトライしてきて結果がこれだと、これは勧められますよね。結局ですね、はい、人間に欲ってあると思うんですよ。食欲だったりとか、はい、睡眠欲だったりとか、でその欲の中で一番、うん、なんかね美しいのがね学習意欲なんですよね。学びたいっていう意欲って、でも私高齢者見させていただいてますけど、最後の一瞬までなくならない学ぶ意欲、うん、だからそれを引き出してあげるととっても幸せ。最近、まあ、コロナのせいか分かりませんけど、はい、テレビの番組でクイズ番組って絶対伝われない。あ、そうっすね、絶対伝われないのがクイズ番組と動物番組これはやっぱりどっかにあるのかもしれないですね、はい、うん、先ほどの授業を見てるとクイズですよね。そうですね、うん、これにはどう思いますかって言ったら、うん、みんな知ってることが出てきたらラッキーっていう、なんかテンション上がりますよね。ご利用者さんからすると、まあ、もう時間として楽しい幸せだし、なんかその認知機能的なところでも維持改善につながったりみたいな、そうですね、はい、だから妖怪も認定読んで歩ける認知症っていうと、うん、要するに本当に重度の認知症ですよね、うんうん、でそういう人たちでもだって授業が聞けて、うん、答えに丸がつけられる、うんうん、その間認知力はその時間帯だけだけれどもかなり良くなってはいるわけですよ、うんうん、ただ授業が終わったらまた徘徊されだしたりとかしますけど、うんうん、でも毎日毎日そうやってちょっとでもつながってる時間っていうのを作っていくと、少なくともですね、問題行動と人が言うことは激減します。要はつながってることと、あと認知できてる空間があるわけですから安心できますよね。安心できると問題となる行動が減ってくるんだと思うんですけれども、うん、激減します。そういうことですね、うん、それと、まあ、この、まあ、教科書は例えばここ算数のページですけど、うん、ここから話をどんどん膨らませていって、うんうん、実は昔の話に戻していくんですね。例えば昔の魚屋さんでどんな感じでしたかとか、あ、はい、でこれを回想法って言いますけど、うんうん、はい、とにかく常に回想法をすることで、これも人の心の安定につながるっていうのがよく言われてますけど、これは自分理学療法士なんで、理学療法をしてる時に、まあ、昔の話になってくると急にこう元気になってくるんですよ、話盛り上がって、いやそうなんですよ、変わるんですね、はい、生き生きとしてくれるんですね、はい、だから多分これで回想して、まあ、自分のその時代の中での思い出やら何やらが出てきた時に少しこうなんていうんですかね、体が幸せな感じになってくるんですよね、はい、うん、確かに回想法とかそういうのは知っていてもなかなか話すきっかけ、職員さんとかも話のネタがなかなかないみたいなお話も聞いたりするので、そのなんかきっかけにもいいですね、そうですね、はい、もうここはだから昔の魚屋さんとかだから魚屋さんに限定しなくても、はい、次にお菓子屋さんが出てきたりとか、うん、駄菓子屋さんですかね、はい、ともうみんな盛り上がるんですよ。やっぱね、食べ物ネタすごい所詮食べ物ネタはすごいです。いや止まらなくなりそうです。いや止まらないので30分の授業でうまく収めるのが先生の役割です。もうほぼ暴走していきますから、うん、ちょっと欲求不満くらいで終わっといた方が次また学校楽しいですね。いやこれはすごいな、このツールはすごいですね、はい。
職員さんからしてもすごく徘徊が減ったりだとかっていうのはすごくいいですね。問題行動が減ったりみたいな。そうです。ケヤキオさんで、はい、あの何分間レクみたいなのを、はい、よく流して、はい、あれのヒット数すごいじゃないですか。そうですね、結構ご覧いただいて、やっぱり皆さん何をしようかとか何をしたいかっていうのを、はい、レクは一生懸命やるんですよね。そうですね、探しますよね。職員さんの悩みとしてはレクリエーションのネタがそもそもどんなのないかなみたいなのとか、うん、あとはやっぱりなかなか増えてな方も人前でいろいろ喋ったりとか、うん、あんまり慣れてなっしゃらない方も多かったりするんで、レクリエーションってどうやって盛り上げたらいいんだろうみたいな、うん、結構お悩みで聞くことは多いですね。もうこれ簡単なんですけど、はい、これと同じページがですね、これ20ページですね。とこっち側、これ実は学校の先生の先生用の教科書、職員さんが使う、うん、そうです、はい、そしたら実はこれにあのもうセリフが書いてあるんですよ。うん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 、先生のセリフが書いてあって、シナリオがあるわけですね。シナリオが、うん、だからこの通りにやれば、うん、ちゃんと授業が成り立つ。あ、 ここに小ネタって書いてますけど、でさらにもうちょっといろいろやりたいなっていう時はこの小ネタを使うと、うん、盛り上がると。そう、盛り上がる。ただですね、やっぱり小ネタを使うよりも、はい、うん、高齢者の方からお話を引き出した方が、ああそうですよね、うん、アクティブですね。パッシブ、最初はもっとパッシブなのかなと思ってたら今見て思いましたけど、極めてアクティブですね。自分から発信していくような授業ですね、はい、うん、先ほど映像で拝見した先生すごくお上手だと上手だったよ、ね、思ったんですけど先生会って思ったけど、はい、介護職、介護職の方ですよね、はい、じゃこれをうまく利用されて、そうですね、場を盛り上げてらっしゃったので、はいはい、どうしても施設はパッシブになりやすくて、はい、高齢者、まあ、デイサービスもそうです、 あらゆるところがそうなんですけど、全てが利用者さんが受け身なんですよ。だから朝起こされますよ、うん、で何するか分かんないんですよ、はい、で今日何曜日かも分からない、何時なのかも分からない、ただ言われるがままに着替えて、言われるがままにお風呂に行って、言われるがままにご飯食べてっていう、うん、受け身の生活だから、ほぼほぼ何かが自分から発信するということはないんですよね、うん、これはあの多分こういう授業をやった後は自分からなんかいろんなことをお願いし始まったり、いろんなことをするように変わってくるんじゃないかなと思うんですけど、行動変容っていうのはどういうこと？例えば先ほどのデイサービスだと、うんうん、あの給食の時間はあのスタッフさんは見守っていて、うん、高齢者の方々がダーッと自分たちで、はい、やります、うん、給食係。いや、それすごい大事で、あのデイサービスで皆さんがこう来た時に、はい、皆さんテーブルで待ってるんですよ、こうやって。で何待ってるのかなって思うと、お茶が出てくるのを待ってるんですね、はい、お茶をせめてテーブルの上に置いて自分たちで出せる方もいらっしゃるし、はい、本当に重度の方いらっしゃったら軽度の方が出してあげたっていいだろうし、はい、そういうなんかアクティブな関係っていうのができたらいいんだけれども、うん、一斉に全員同じ姿勢、同じ形で全員で同じことをやる、はい、まあ、あの楽しいことは楽しいです、はい、でもあの本当に引き出しがこれだけあるとですね、昔の思い出やら何やらが出てきた時に、うん、行動変容っていうのはちょっと大きいかなって気がしますよね、うん、皆さん学校っていうフレーム認知になると、認知の枠組みに入るとそういう自分たちの昔の、そうですね、そうだよね、学校だから、学校だから自分たちでやるんだよね、掃除も自分たちでやるしっていう感覚になるわけだよね。すごい。やっぱりあの介護職の皆さんがプライドが持てるようになるんですよね、うん、いや今だとお持ちだと思うんですけど、うん、私があの一番最初に大人の学校を始めた時にものすごいこだわったのが、全員にブレザーを着せる。やっぱりね、経費のことでね、事務方が、うん、いや先生何着でいいですかって、いやそうじゃなくて全員配布って全員に 持たせてって言って、でもね本当にもう二度とそういうことはないと思うんですね。なぜならもう長くなって誰もがそれが当たり前になっちゃったから、うん、だけど一番最初にあの介護職の人たちが、それとねナースも紺色のブレザーをね、うん、着た時に嬉しそうにしてたのは私は一生忘れないと思う、うん、いやあのもともと向笠さんのところにいろいろお願いしたのは、介護の価値を自分上げたいと、自分リハビリやってたんで、リハビリと介護って本当にコラボレーションがすごい大事で、これができてないと介護がいくら頑張っても、ね、リハがいくら頑張ってもここの噛み合いがなければ全然効果は
薄まってしまうので、やっぱり介護の方たちの価値をもっとぐっと高めることによって、モチベーションを上げていくと、本当に価値があるものに対しては評価するわけですから、評価されるようにちゃんと変えていきたいと思っているところだったんですよ。で、まあ、今日何回目かで、今まではどっちかというと体の体を動かすっていうんですね、体の妖怪などの話ばっかりだったんですけど、心から体を動かしていくっていうところが、行動変容につながってくる。そうですね、先ほどの今日は何月何日何時です、はい、まあ、どこでもやってるのかもしれませんけど、授業を受けてるような感じで、ちょっと面白いかもしれないですねちょっと受けてみたかったね。結構楽しいですよ、結構ね難しいことも出てくるので、いや答えられないと恥ずかしくないですよねみんな必死になっちゃって答える。皆さん嫌がんないですか？答えられないです。でも答えられる人だけ手挙げてる。そうですね、で、なんだろう、やっぱり知らないことがあったら教えてもらうとみんながおーって言うんですよ。そういう反応もあるんですね。はいはいはい、確かにね、クイズ番組で周りにいる人たちも答えを一生懸命言って、当たったら喜ぶし、はい、うん、で外れたら、そうなんだっていう。そう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 。それが施設っていうかデイサービスの中であったら、まあ、学校に通いたくはなるわね、はい、結構だからその面白いのは、毎回ですよ、いや今日も勉強になったなって。だから結構毎日が新鮮。今までね、いろんなところに来て行って取材をさせていただいたんですけども、妖怪報道の改善っていうのは随分うちらこう気にはしていたんですよ、はい、やっぱこういうことを仕掛けていくと皆さんの心がアクティブに変わっていくと思うんで、自分はこれでだいぶ妖怪報道の改善っていうのもあり得るんだろうなと思うんですよ、なんか事例みたいなの、まあ、4の人が普通に2とかになります。結局問題行動とかでバーッと上がるわけですよね、はい、あーそっかそっか、でその問題行動が全部なくなっちゃったら、はい、2になったけどむしろどうしようみたいなことには急にですね、偶然で良くなる時もあるかもしれないけど、そもそも狙っていってます。もちろんもちろん、海馬って実は神経細胞が一番作られてるところなんですよ、脳の中に、なので、これまた実は新しい記憶なんですよね、最初に入れてる、だから、そうすると少しずつやっぱりその授業をやるっていうことで、海馬の刺激とそれから記憶なんかのある側頭葉なんかを、だって必ずそこから引き出さなきゃいけないので、まあ、連携させていくわけですよね、はい、そうです、で、それを言葉にしなきゃいけないので、この回路を使っていくっていうのが脳トレになってる。ちょっと面白いので自分が見たのがあって、テレビを見ていると相当脳が活動してるんだろうと実は思ってたら、脳の活動の MRI ですかね、どれだけ活動してるかって見ると、パッシブでテレビっていうのはパッシブで受け身で見てるんで、あれ相当刺激があるから脳は動いてるのかと思ったら、思いきやほぼほぼ動いてない。まあ受け身ですよね。ほぼ動いてなくて、動いてるのはまあ視覚のところと、あと若干ちょっとなんか動くんです。ところが自分から発信していくと脳がうわーっと動き出すんですよね。まあ、レグっていうのはそもそもそういうところがあるわけですよね、はい、その中でもこういう昔を重ねていくやり方とクイズの楽しさとっていうのはすごいなと思いますね、具体的にこれ先生をやりたい、学校の授業をやりたいって言ったらどうすればいい？株式会社大人の学校にご連絡ください。営業職がすっとできますので、それが一番ストレートで早くていいと思います。あとは各種いろいろと、まあ、説明会などはさせていただいていますが、もう本当にやる気になったらすぐお電話ください。ありがとうございます、詳細は概要欄に、はい、通販番組のように